はい、 BFD3 の解説、今回はですね、最終章としてこのミキサー部分の解説を行ってみたいと思います。で、このミキサー部分はですね、もう見ていただいた通り常に下に用意されていますので、迷わずたどり着けるかと思います。で、ここも DAW を使ってる方ですと非常に簡単です。ミュートだったりソロだったりとかですかね。あとモノラルステレオを切り替えですね。あと位相反転だったりとか、そしてボリュームとパン、そして名前のリネームダブルクリックですね。ほとんど同様です。で、この中でもやはり注意していただきたいところがですね、ここですね、エクスパンドと書いてあるところ、ここをクリックしていただくとですね、このように少しトラックが増えたように見えるんですけども、同じキックだったとしてもですね、イン、アウト、そしてサブと3つのマイクで収録されてます。で、スネアもですね、このように同様のマイクが用意されていると。これらを組み合わせて簡単に音色を作ることができます。位相反転スイッチを押すことによって音色をですね、綺麗に聞かせたりなんかの効果が狙えるといった形ですね。一回キックをソロにしてやってみましょう。これですね、少しサブが強かったらこれ下げて、もう少しキックを軽くしたりだったりとか、スネアも入れてみましょうか。この位相反転スイッチですね、こちらの方が整えて聞こえたりだったりとか、このエクスパンドのモードでもう少し右に行っていただくとですね、アンビマイク、これもですね、非常に多く用意されてますんで、このあたりもですね、このようにボリューム調整を行ってみるのも面白いかと思います。ここのエフェクトタブをクリックすることで、こう通常のダブのようにここからエフェクトをかけることができると。このあたりはですね、特に難しいところはないかなと思います。ここでオンオフだったりとか、この E でエディットボタン、こっちに行けますね。そしてこの中でもう一つ覚えていただきたいのが、クリックをすることによってオブジュアリを足せますね。キックとスネアの音をですね、まとめたりなんかができます。試しにやってみましょう。まず一つオブジュアリチャンネル作ってみます。こんな感じですね。ここにちょっと名前をつけましょう。キックスネアですね、をつけると。そしてですね、キットの出口、今見ていただくとここの下部分ですね、すべてマスターになってますけども、ここをクリックすることで音の出口を決められます。ということで、今キックをこのキックスネア、今作ったオブジュアリに飛ばします。スネアも同様ですね、このように飛ばすとここに入ってきて、その後マスターに流れていくと。要はその前に2つを相対的に変えたりとか、同じエフェクトをかけたりができると。これが覚えていただきたい点ですね。そしてもう一つ覚えていただきたいのが、やはりパラアウトなんですけども、このパラアウト2種類方法があります。まず一つはミディで扱う方法なんですけども、これはダウによって少しやり方が異なるんですけど、QBASE 7.5 の場合はここから全出力を有効化にします。で、有効化になった場合ですね、ここをクリックするとですね、こんな感じで BFD の出口すべて出てきます。あとはですね、このソフト側ですね、例えば今じゃあキックですね、先ほどキックスネアに送ったんですけども、これをやめてですね、モノラルの出口に出すと。そうするとこれモノ1、もう一つ言ってみましょう。このスネアの出口を今度は違うもの、モノの2に割り当てます。再生を行ってみますと、ここでキックですね、モノ1、こっちがスネアなはずですね。入れてみると、こんな感じでバラバラに出すことができると。あとは好きなようにですね、ここでバランスを取ったり、パンを決めたりだったりとか、エフェクトをかけたりが行えると。これがまず一つ目の方法ですね。そしてもう一つの方法としては、これを全てオーディオで書き出してしまおうというものですね。各マイクたちをですね、オーディオで書き出すのも簡単で、このエクスポートっていうところを押します。このようにですね、エクスポート画面表示されます。こんな感じでたくさんマイクがありますね。ここで注意していただきたいのが、先ほどこう拡張で見ていただいたようにですね、キックにマイクが3つあります。かつここにですね、キックをまとめたものがありますんで、ここは3つまとめてあるからこういらないという判断なのか、もしくはまとめたものをいらなくてダウ側でいじりたいのかというところを選択していくといいと思いますね。そしてとりあえず全部書き出したいなっていう方はですね、このオールって入れていただければ全部出ますので、後で DAW の方で選出していくのもありかと思います。そしてここのファイルプレフィックスは、この書き出した一個一個の頭にですね、共通する名前を付けられるというものですね。例えばこのように日付を付けたりなんかが可能となります。次がビットデプスですね。楽曲に合わせて切り替えていくと。そしてこの下が一番ポイントです。書き出すタイミングなんですけども、通常このように DAW の中で扱うときはホストシンクが便利かと思います。このホストシンクというものはですね、DAW を再生させると録音が始まって、DAW を止めると録音が終わると。完全に連動してくれます。書き出したオーディオファイルをもう一回こうミックスするために中に入れた時にタイミングがぴったり合ってくれると。ですので、こう DAW を使っていることは間違いなく一番下がおすすめですね。その後にエクスポートをします。これでもう待機状態に入りますので、あとは DAW 側を再生すればですね、録音が開始されます。で、この時に注意点ですね。例えばこのドラムがですね、1小節目から入っていなくてもですね、このように1小節目から再生して全てを書き出すようにするとですね、書き出したオーディオファイルを1小節目に持っていくだけでですね、タイミングがバッチリ合うようになりますので、おすすめですね。
キューベースを再生させると録音が始まるところに注目してみてください。いきます。とりあえず今ここで止めました。これでですね、キューベースを止めたので、このモードで録音が止まると。あとは今書き出たものをですね、もう一度この DAO の中に入れてミックスを進めていくといった形となります。これがですね、ミキサー画面とパラアウトの説明となります。 BFD3 ですね、このように奥深い機能がたくさんありますんで、今後もですね、面白い機能だったりとか使える機能を発見した際はですね、ご紹介していきたいと思います。それでは今回の BFD シリーズ一旦終わらせていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。